はい、皆さんこんにちは、しゅなたんです。今回はですね、私のお気に入りのフレグランス系をちょっと一気にご紹介しようかなと思います。結構普段から香水何使ってますかとか、香りについての質問を結構いただいたりするので、今回は香水だけではなくって、私のまあフレグランス系、もう本当にもろもろお気に入りのフレグランスを紹介していこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということでまず紹介するのが香水を紹介しておこうかなというふうに思います。香水は私結構いろんな香水をつける派で、たくさん種類あるんですけど、その中でも最近よくつけてるなってやつだったり、まあ、安定にお気に入りのものだったりとか何個か紹介できればなと思うんですが、まず1個目がじゃん、こちらでございます。リプティックのオードトワレタムダオっていう香りになっております。最近私一番愛用している香水です。タムダオっていう香り、まあ結構ポピュラーというかな香りかなっていう風に思うんですけど、ディプティックの中でも本当にいい香りで、私は結構ウッド系の香りが好きなんですけど、本当にウッド、超ウッドで、ワンプッシュしただけで一気に木に包まれる感じっていうんですかね。なんかこの表現がプラスかマイナスかは多分みんな次第だと思うんですけど、私がこれを初めて嗅いだ時、まず一番最初に来る香りが、あ、サウナだなっていう感じの香りでした。もちろんいい意味なんですけど、サウナって結構お部屋が木でできてるじゃないですか。ヒノキなのかな、あれなんだけど、木でできてると思うんですけど、それの香りがすごくします。だからもう本当にダイレクトに木の香りがバッてきて、でこの香水結構私的にはちょっと香りが変化するなっていう感じがしていて、夕方だったり夜になってくると、一番最初に来る木の香りからちょっと柔らかくなって、若干ミルクっぽい感じの香りに変化していくなっていう感じです。まあでもただウッドが全部消えるわけではなくて、ウッドの中にちょっとミルクが足されて、よりこうマイルドに柔らかくなる感じで、本当にいい香りなんですよ、これが。ウッド好きの方はぜひ使ってみてほしい。で、なんかウッドってやっぱ好き嫌い分かれると思うんですけど、これは割とそうマイルドな感じにも変化していくし、つきやすいかなっていう気がします。でもちょっと個性的な香りだったりするので、その個性も出せて、私はこの香水もめちゃくちゃ大好きで、最近はほぼこれですね。ちょっと愛が強くて長くなっちゃいますが、続いて2つ目の香水がじゃじゃん、こちらでございます。これもね、ディプティックの香水なんですけど、オードパルファンオルフェオンっていう香りになります。カラーがね違うと思うんですけど、こっちのブラックの方がより香りが長続きするっていうタイプだった気がします。オードトワレとね、オードパルファンでね、確か違うんですよね。パルファンの方がちょっと強いっていう認識なんですけど、私の中では。そう。で、このオルフェオンっていう香りもめちゃくちゃいい香りで、これはマジでシーン問わずいつでも使える香りだなって私は思います。個性的なディプティックにしかない感じの香りではあるんですけど、すごい清潔感もあって、柔らかさもあって、でもちょっとどっかしら癖があってっていう、本当に素敵な香りです。ちょっとみずみずしさもあるかな、こっちは。ちなみにこれもウッドの香水にはなるんですけど、なんか私的にはそこまでウッド感は強くないかなっていう感じがしてます。このオルフェオンを買う時に店員さんに説明をしていただいたんですけど、ディプティックの隣、パリの本店の隣にオルフェオンっていうバーがあって、でその当時創設者の方たちがそこに通ってたらしいんですよ。そのバーの香りをイメージした香水になってますっていう風に言ってくださって、そのなんかストーリーもすごい素敵じゃないですか。オルフェオンっていうバーがジャズ系のバーで、こうダンサーの方がいたりだとか、なんかそういうバーだったらしいんですけど、そこでのタバコの香りとかで、それに混じってくるダンサーの方たちのおしろいパウダーの柔らかい香りっていうのを表現したっていう香水になってて、パウダーのすっごいこうパウダリーな柔らかい感じの香りも混じってるので、なんかきつくなくって本当に柔らかいんだけど、でもちょっとこういろんなスパイスがあったりもして、すごいこう楽しい感じの香りで、結構大人っぽい感じの香りでもあるし、これは本当に大好きで半分ぐらい使ってますね。ちなみにストックもあるんですけど、私的にはこれは好き嫌いが分かれないような感じの香りだと思うので、なんかギフトとかでもちょっと渡しやすそうな感じの香りかなっていう気がします。はい、そして続いて香水3つ目がじゃん、こちらの
ルラボのガイアクテンという香りになります。これまたウッドな香りなんですけど、これ結構ほんとザ・木って感じかも。うん、本当にウッドめっちゃいい香りなんですよ。これもちなみにこのガイアクテンっていうのは日本限定の香りで、ルラボって世界にいろんな各国に店舗があるんですけど、国ごとにかな、首都ごとにとかなのかな、それぞれ限定の香りっていうのがあって、これは東京限定の香りで、本当にやっぱこう日本らしいというか落ち着いた感じの香りで、いい香りなんですよ。でもなんか渋すぎなくってちょっとみずみずしさもあってみたいな。ちなみに私は15ミリっていう一番ちっちゃいサイズだったっけ、確かもうちょっとちっちゃいのもあったかな。でも15ミリっていう結構ミニサイズなものを選んでいて、持ち運びもこのまましやすいですし、ちょっとお試しでとかっていう方も15ミリならすごい使いやすいと思うので、結構おすすめです。このサイズなんかちょっと懐かしい感じの香りもするんだよな。香水ってとっても奥が深いと思うんですよ。なんかこうベースとかトーンとかノートみたいな、いろいろあると思うんですけど、私その詳しいところまで全部を把握できていないので、なんかそのもっと詳しいものが気になるっていう方はぜひ公式のサイトの説明とかを見てほしいです。私はちょっと率直な自分の感想を述べているので、なんかもっと専門的なことが知りたい方がいたら、ちょっとサイトとかを見てみてください。すごいウッドなので、ちょっとやっぱりスモーキーな感じの香りはしたりするんですけど、でも柔らかくって馴染みのいい香りなので、これもあんまりなんかシーンを問わず使えるかなっていうのと、いい意味で香水っぽくないので、本当にふわっと香る感じなんだけど、そのふわって香った時の香りが個性的でおしゃれで、ちょっと癖になるような、本当に今まで出会ったことのない感じのタイプの香水です。いかにもこう香りをまとってますみたいな感じの香りが好きな方にはそんなに向いてない感じかもしれないんですけど、逆に香水しすぎたくなくて、こうふわっとさって空気がこうさって風が来た時とかに香るぐらいの感じが好きな方はめっちゃいいかもしれないです。本当にいい香り、オールシーズン使えるんですけど、なんか私的にはこの火に包まれてる感じプラスちょっとこの若干みずみずしさもあってっていう、この感じがキャンプに行った時とかに感じるような、本当にもう自然だみたいな、自然の香りみたいな、そんな感じの香りがするので、夏にも本当に使いやすそうないい香りです。ということで続きまして3つ目がじゃじゃん、こちらでございます。この、タンバリンズの香水なんですけど、フレンチニードルっていう香りになります。これはね、前に私が韓国に旅行に行った時に買ってきた香水なんですが、これもとってもいい香りでして、これもまあウッド系な香りなんですけど、一番ちょっとこうツンとスパイスな感じ、スパイシーなちょっとこう鋭い感じの香りになってて、結構ミステリアスな感じの香りかなっていう風に思います。若干フローラルっぽい感じの香りもするんですけど、スパイスさがちょっとダークっぽい雰囲気を出させるというか、すごいほんと不思議な感じの香りで、これもすごい好きですね。あとこのサイズ感もやっぱいいですよね。結構私これこのまま持ち歩いたりとかしてました。すごいミニサイズだからこれもおすすめです。で次が香水はラストなんですけど、ラスト5個目がじゃじゃん、こちら。これもねタンバリンズの香水なんですけど、これはカモっていう香りになります。カモは定番な香りで人気な香りだと思うんですけど、もう少しこう明るい印象、さっきのやつよりはもうちょっと明るめな感じの印象で、若干甘みもあってなんか癖になる感じの香りがします。私あんまり甘すぎる香りとか得意じゃないんですけど、これはいい感じに甘みもありつつ、でもちょっとこうツンとくるようなスパイスな感じもあって、でもなんか落ち着く感じの柔らかさもほんのりあって、この香りもめちゃくちゃ好きですね。うーん、伝わってるかな。本当にこの毎回思うんですけど、こういう香水の紹介とか香りの紹介って本当に伝えるのが難しくて、公式に載っているものが本当に全てというか、まあ正式な香りの説明ではあると思うんですけど、なんかやっぱ人それぞれ多分感じる香り方って違うと思うし、感じたままをなるべく表現したいんですけど、やっぱりちょっとしっかり伝えられてるかなっていう、この私の語彙力の問題でもあるんですけど、が不安ですが、引き続き頑張りたいと思います。
では続いてディフューザーをちょっと紹介していこうかなっていうふうに思います。ディフューザーは2点ほどあるんですけど、まず1個目がじゃじゃん、こちらです。アポテーケのディフューザーで、これね確かリニューアルしたのかな、リニューアル前のやつかもしれないんですが、ティークウッドっていう香りになります。これはねもう本当に見えるかな、もうすぐなくなっちゃうんですけど、これ私ずっと使ってた香りで、最近新しくゲットしたやつがあってそれも後で紹介するんですが、なんかこれも多分ウッド系ではあると思うんですけど、この中に爽やかでちょっとこう甘みの感じもあるんですけど、なんかジンジャーっぽいようなスパイスの感じの香りもあって、すごい私は好きな香りです。もう少し甘さ控えめでも私は好きかなっていう感じなんですけど、ディフューザーなので直で嗅ぐのとお部屋全体で香るのとまた違うと思うので、お部屋に置いていてなんかこう甘さで気持ちよくなるみたいなほどではないので大丈夫なんですが、癖になる感じの香りで、やっぱなんかジンジャー系かな、ちょっとスパイスが強いかなっていう感じですね。スパイシーでもなんか落ち着く感じで、すごい好きですこれで。そしてもう一個、二つ目がこれなんですけど、クラマアポテーケの新入りなんですけど、ブラックウードっていう香りで、これまたねいい香りなんですよ。これもまあウッド系ではあるんですけど、なんかね結構スパイスっていうか、なんかこうちょっと異国っぽい感じの香りではあるんですけど、なんか落ち着く香りで、オリエンタルな香りって言ったらいいのかな、でもなんかきつすぎないので、私的には好き嫌いも分かりにくいような感じかなと思うんですけど、これをね新しく迎えました。でちなみにこのブラックウードっていう香りは、私はもともと今回動画でも紹介したいなと思っていたお香で持ってて、お香に入るんですけど今からこれなんですけど、これもそうアポテーケのお香でインセンススティックなんですけど、もともとこれを私持っていて、これがめっちゃいい香りなんですよ。ディフューザーとお香でってまたやっぱ香りがちょっと変わるかなと思うんですけど、やっぱお香なのでお香の方がより香ばしいウッドな感じが強いかなっていう気がするんですが、本当にこれが大好きで、お香の中では一番私はこれが気に入ってる香りです。ちなみにもう一つこのアポテーキのお香あるんですけど、これもさっきのフレグランスで紹介したティークウッドのお香です。このねお香もすごいいい香りで、やっぱちょっと甘みがある中にスパイスがあってっていう感じですね、お香も。であとこのアポテーケのインセンススティックは結構長めなので、すごい長持ちします。一回つけると結構長続きしてくれるお香です。でお香がもう何種類かあるんですけど、続いてがじゃじゃん、こちらです。私がいつもお世話になってるあややんちゃんがプロデュースしているバームっていうライフスタイルブランドになるのかな、のインセンススティックなんですけど、これもすっごいいい香りで、最近この2つはラボンホリックっていうところとコラボっていうのかな、なんかイメージしてパッケージ制作したって言ってて、これはギフトでいただいたんですけど、このパッケージは非売品らしくって限定のものだからこれでの販売はないって言ってたんですけど、香りは通常からある香りで、私は5番、こっちの2つが5番でこれが7番の2種類あるんですけど、もう1種類確か香りはあったかなっていうふうに思います。私のお気に入りはこのね5番なんですけど、ちなみにこれがね本当にいい香りで、あやんちゃんにも説明してもらったんですけど、ストリートシーンを彷彿させるようなユニセックスな香りっていうふうに言っていて、なんかちょっとメンズっぽさもある感じの香りで、これ本当に私大好きな香りです。甘みとかフローラルとかそういう香りはほぼほぼなくって、本当にウッドの深みのある感じとちょっとスパイスな感じの香りがして、結構私の中では木の香りを楽しみたいっていう時に使ってるインセンススティックです。あややんちゃんは超おしゃれなので、本当にパッケージも可愛いんですよ。パッケージとこの数字もそれぞれの香りをイメージしたデザインと数字を選んだっていう風になってて、これは5番らしいです、ローカルサービスで。こっちの7番はもう少し華やかな感じの香りで、とってもこれもおしゃれな香りなんですけど、これが多分シグネチャーだったかな、結構フローラルっぽい感じので、やっぱその中にウッドのこの深みのある感じとちょっとこう爽やかな感じのある香りもして、とってもこれもいい香りです。この7番はラックイズオンユアサイドっていう名前
なんですけど、なんかこれからの季節にめちゃくちゃ良さそうな香りです。本当にお花のちょっと爽やかな感じもあるし、気分をこうリフレッシュしたい時にめちゃくちゃいいインセンススティックかなって思います。本当明るくなる感じで、もう一つインセンススティックではないんですけど、インセンスペーパーを紹介したいなって思いました。でそれがこれなんですけど、読み方がわかんないですこれはモプテイタムかなっていう、確かね韓国のブランドだった気がします。私これはポップアップの時にいただいたやつで、何種類かすごいセットになったやつをいただいたんですけど、その中の一つのこの香りがめちゃくちゃ私大好きで、ちょっと紹介したいなと思ってまして、どうなんだろう、でもセットでしか売ってないのかな。全部いい香りだったんですけど、中でもこれが好きだったっていう香りがあるんですが、ウッディ&ピーチっていう、やっぱこれもウッディ系なんですけど、これが本当にいい香りなんですよ。ちなみにインセンスペーパー、ペーパーインセンスこんな感じになってまして、ここに切り取り線みたいなのがあるので、これを剥がして1枚取って、なんかあのクリップとかに挟んで火つけてこう燃やしながら香るってやつなんですけど、なんかこれだけで嗅ぐと結構そのピーチの感じでフレッシュなジューシーな感じの中に、まあ、若干ウッドもあるかなっていう感じなんですけど、火つけた時にもう髪の燃える香りと相まって、ほんとすっごいいい香りになるんですよねで紙なのでやっぱり木とかに比べてちょっと燃えるのは早いので、こう割と短時間な香りのアイテムではあるかなと思うんですけど、でもなんかそれが気軽に使えてとってもいいし、もらうまで私今まで使ったことなかったんですけど、ちょっと気になるアイテムだなっていう風に思ってます。そういうギフトとかにもいいなって思います。いろんな種類入ってるからすごい楽しいです。ありがとうございます。はい、ということで続きましてキャンドルを紹介しようかなと思うんですけど、こちらになります。ダンローのブレンコフっていう香りです。このダンローはディフューザーもすごく有名だと思うんですけど、このキャンドルもすごいもちろんいい香りだし楽しい仕掛けがあって、このキャンドル実はこの中のね、通常だったらロープになってるところが木でできてるんですよ。そうなのでこれに火をつけて楽しむんですけど、木なのであのパチパチなるんですよ。その音が本当に素敵で居心地がよくって、なんかあの焚き火とか好きな方はすごいハマるキャンドルだと思います。まあ、たまにこの中がウッドになってるやつ見かけるんですけど、焚き火のパチパチってなる音が気軽に楽しめて、ですごいいい香りもしてっていう、とっても素敵なキャンドルです。ちょっと火つけてみようかな。はい、今つけました。聞こえるかな。聞こえてるかしら。耳が幸せになるキャンドルです。ぼーっと見つめていられるようなキャンドルなんですけど、このブレンコフはちょっと説明が難しいかも。ほんとおしゃれな香り、まずすごくおしゃれな香りで、イメージ的にはさっき紹介したこのブラックウードっていうのとちょっと近いかも。なので若干異国っぽい香りというか、でもそんなにこう異国すぎる感じでもなく、なんか難しいですけど、とにかくいい香りです何が入ってるのかちょっと見てみますね。ブレンコフはラバナ、ベンゾイン、ベチパ、サンダルウッド、パチョリなどが集まる。ちょっとね香りが結構難しいんですけど、あ、このちょっと待って、なんか一個ちょっと癖になる若干強めの鼻にちょっとツンとくるような香りがあるんですけど、それをいい具合に丸くしてくれていて、これもやっぱウッド系の香りなんですが、ちょっと本当難しいかも。このブレンコフマジで説明が難しいかもしれない、なんかフローラルとかフルーティーとかっていう甘みとかっていうのはそんなに感じないおしゃれな香りです。難しい。でもなんか系統的には私のこの持ってる紹介した中ではやっぱこのブラックウードに近いかなっていう、ブラックウードよりももうちょっと癖がない感じでこう鼻に残る個性的な香りがする
キャンドルです。難しい香りです。これも嗅いでみてほしいですね。大好きな香りです私は。はい、ということでじゃあ続いてのラストになるんですけど、ラストがハンドソープを紹介させていただきたいなと思うんですが、じゃじゃん、こちらでございます。ウラボのハンドソープなんですけれども、ヒノキの香りのハンドソープになっております。ヒノキなのでこれももちろんウッド系なんですが、このハンドソープはもうマジでいい香り、本当にいい香りがします。大好き私これ、もうザ、本当にもうザヒノキっていう感じの香りで、表現はそれでしかできないかなと思うんですけど、私このハンドソープは韓国に旅行に行った時に結構そのお店のお手洗いとかにこのハンドソープ置いてあることが多くって、で私そこで初めて使った時に、え、何このハンドソープめっちゃいい香りするんだけどと思って見たら、このルラボのヒノキっていう香りのハンドソープで、もう絶対私これは普通にお家用に買おうと思って、その旅行のあと最後に買いましたね、確かこのヒノキのハンドソープは。私はねちょっと 250ml にしちゃったんですけど、もうワンサイズ大きいサイズがあってそっちにすればよかったなってちょっと後悔してます。お手軽なお値段のものではないので、なので もちろんギフトにもめちゃくちゃいいと思うんですけど、ご褒美的な感じで買いました。本当にこれはね使うたびに幸せになります。もう私のこの家に遊びに来た友達とかも家族とかもすごいめっちゃいい香りだねって言って、みんなお気に入りになるハンドソープなんですけど、ちなみに私のお母さんは大きいサイズを買ってました。私もこれがなくなったら大きいサイズ買おうかなっていう風に考えてるぐらい本当にお気に入りのハンドソープです。超おすすめ。はい、ということでこんな感じで、フレグランス以上となります。特にお気に入りかなっていうアイテムたちを今回は厳選して紹介してみました。結構私は香りは好きな方かなっていう風に思っていて、フェチっていう風に言い切っちゃうことはできないんですけど、でも本当にそのぐらい好きなものなんですが、中でも私お気に入りのものを紹介してみました。まあ、香りものってちょっとやっぱ人それぞれもちろん好みが分かれるアイテムだと思うので、なんかぜひこれを機にもしまだ挑戦したことがないやつとかがあれば香ってみてほしいなっていう風に思います。であとやっぱギフトとかも香水とかはちょっとハードル高いかなと思うんですけど、インセンススティックとかそれこそハンドソープとか、私もそのギフトでいただいたこのペーパーのインセンスとかならやっぱ使いやすいし、あとキャンドルもか使いやすいし、もらって嬉しいものでもあるかなと思うので、なんかギフトとかの参考にもなったら嬉しいなというふうに思います。本当にどれも私の大好きな香りで、私はやっぱウッド系がタイプな香りなのですごい偏っちゃってはいるんですが、もしウッド系が好きな方いたらぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。